はい、行きましょう。キャッスルクエスト。考えたんですけど、やっぱドラゴン仲間にしないと話にならないということなんですけれども、これね、やっぱスチャラカがさ絶対来るっしょっていうね、来て回復しつつここ狙ってくるよね多分な。だからちょっとまあどうなのかなって、オークをねまず前持っていくと、そうするとあこいつ前出てきやがった、そういう感じですか、はぁと。こう、これで骸骨には来ないからな。あーそう、なるほど。おー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 、多く頑張れ。ここでダメージ結構与えることができればなかなかいいよ。21、これは奇跡が起きるか。くーっ、いやードラゴン強い。ダメージは与えるけども、あー倒れるか、ギリギリまだいける。よし、ナイス。あーだが そこまで回復しないだろう。でドラゴンのね弱いところは一歩一歩なのよ、一歩一歩しか進めないとこなのよ。なのでデスカルムじゃと。これいけるいける、回復は間に、ああギリ間に合うか。ああそう来ちゃう、それ外れだよ、それ外れなんだな、ドラゴンさんよ。いや一気一体、ああやべやべやべ、これやばい。あ大丈夫か、こうでいいのか。一体で来るのはね良くないのよ。おんおんいやおんってなるよこれ。いやおんなるわ、さっき当たっただろお前。おんってなるってこれ、この野郎。王様やべえ。ちょ待って、マミーは、マミー斜めいける。でも回復できんのかね、バイラック。いやここでドラゴン倒さんと。よしよし、いや猛烈にやられるなこれ。グイグイ来るでしょう、バイラックでしょうこれやばい。バイラックはね結構当たんのよ。おお、これはねもうアウトですね、さすがに、さすがに無理でしょう。初金で倒すか、これ倒すしかない、もうこれ倒すしかないですね、逃げらんないんで。よし OKOK、 うわー、日暮れまで、ま、待てるかね、待てるかね。マミーがいるのか、とりあえず。きついのねん、きついのねんと。マジシャン、あそうか、マジシャンだったらまあまあいいか、まあドッキリ魔導士になると。いやこれこれやべえな、これやばいっすね。寝返らんかねとか、あやるしかないこれは。くっ、あまあまあいいのか、ドッキリ魔導士だから。やるやんけ、マジか。てめえ逃げ、うわこいつ。逃げ、まあ逃げられなく、うわー。これでやばい、ネスパル、ネスパルの上位互換やられて終わりだ。うわこいつ舐めてるわ、舐めてんなこいつ。当たらんのよ、当たらんのよそれは。これはねこれはね、さすがに、
さすがに無理だわこれは。ちょっとまあまあまあでも頑張ろうか頑張ろうか。これはねめっちゃきついって。カンティバイラだよな。ガンティか。ガンティやるよこれ。俺でもやるわ。うわぴったり当たる。これこれはしゃあないしゃあない。んー、なるほど。これ一方的すぎる展開でしたね。いやいや、ドラゴンにね、当たんなかったのがね、痛すぎる、あれがね。ちょっと待って待って。いや、戦法は悪くなかったのよ。悪くないのよ。そんなに。どうだろうか。一歩目でいけないのがちょっと厳しい。やっぱ、まあまあ、こうか。先行だったら、まずこうなのかな。で、ヘルフレイム。これはやってくると、とにかく。ね、これはやってくると。で、次もやってくるから、デスカルムは届かない。届かないっすよね、これ。まあまあ、5あるからいいか。だから届かない。3マスっすよね。ちょっと一回確かめたかったの。とりあえず40、30、20。あーこれきついな。どうすりゃいいんだこれ。まあそうだわな。想像以上に難しいなこれ。そうか、王様に直に来るからもうどうしようもない感じか。おお、骸骨。ちょっとまだ読めてねえな。足読めてないっすわ、これ。ここは勝っていただきたい。ここは勝っていただきたいよね。いや、もうこれは戦うしかないから。でも銃なんだよね。もう一発 KO じゃん。回復しちゃう。まあでも多くでいけるっちゃいけるか。まあいけるっちゃいけるけども、骸骨でちょ、まあ当てて、とにかく生かすマジシャン。いや来る。逃げ、いや、ね、あー出ちゃう。倒したくないな。逃げてわしのターンにし、待て、でも骸骨動けねえのか。どっちにしても倒すしかねえか。もったいないんすよね。もったいないっすけど、そうっすよね。逃げるところが一箇所しかないから、ちょっとねって思って、リスカしかないんすよね。次困るな。これ22でしょ。これ誰？オークか。ま
くなったら多くぶつけてなんとかするか。だとしても、まあ、ちょっと進ませといて、で多く生き返らそうだよな。それしかないからな、まあ、生き返らせると。で多くぶつけよう。おい、これは勝つでしょ。一発目外さなきゃ勝てる。おし、勝った。よしよしよし、いいよいいよいいよ。オッケーオッケーオッケー、分かってきた分かってきた。ナイスナイス。まあドラゴンきっついなこれ。そうか、スカルム、デスカルムが使えねえんだよな。こうしてスカルムでとにかく当たって、よしよし、当てて当てて、なんとかドラゴン仲間に。うおー、手堅い手堅い手堅すぎる。そうすると、おお、今度、おお、まあまあエングラックでも壁となれと。で多くもダメージ与えられると。仲間にできないんだよな。ダメージ与えとくか。当たんねえし当たんねえし。いやー、つらいつらい。一歩前へ。まああんま変わんねえけどな。あれ、おお、これでオークが一応仲間にできんのか。でも次突っ込まれるよな、ここに。でマジシャンいなくなるからやばいね。いやー、いや、むずいぞ、ここ。どうすりゃいいんだ。突破口的なのがね、見えなくて、見えなくて、夏。ここは欲張りすぎなのかな。欲張りすぎてるのか、これは仲間にしようとしすぎてるのかな。あ、ドラゴンこれ動いてくれたら、どうなんだろう。どっちでもどっちでもいいんすよ、もう。まあ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 、これ出世しちゃう。ここ一個上がったけど、あ、22か、ギリ出世。あ、出世しちゃうか。あ、出世しない。あ、そう、22バイラックやるしかないっすね。ネスパルでいいのか。これでなんとか。よし、オッケー。いやー、ここはねむずいっすよ、正直。これ誰、これ多く4ターン、まあ、まあ生き返らせて肉壁みたいな感じにしとくか。そうだな、多くでドラゴンも生き返らせて、
まあいいっす。いや、よくねえよ、よくねえよ。ドラゴンが、俺のドラゴンが。いやー、狙ってる狙ってる、あいつ狙ってるわ。イカスマジシャン使ってくるよ、これ。よし、よし、日暮れまで行ったんで、まあこれで。くっ、なにー、ぐっ、1になっちまった。あ、でもこれ回復するからな。お前の、お前のその踏み込みは甘かったぜ。よし、これでこいつ倒せる。あ、倒せねえわ。スチャラカ、いや、スチャラカはちょ、もう多くで、いや、もう死ですか覚えられたらもうアウトなんで、罰当たり上等じゃと。スチャラカ防御高えな、防御高えんだよなこいつ。もうちょっと早め。いやー、ちょっとワンテンポ早い。あー、やばいぞこれは。うわー、ハマってるなー。いや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 、ちょっともうつかめない。1ダメージも与えられないって。20食らわしてるから。スチャラカ強いなお前。20いけ。あー、くっ、ここ、よし、あぶな。完全に運ですねこれは。ドラゴン仲間にできて、うわこいつ分かってるわ。いや、むわむわむわーなるよここ。むわーってなるっしょここ。やばくないここ。なんでしたっけこいつ。キングゴーレム、キングゴーレムですか、キングさんですか。いきます。いや、これオークで攻めてくか。ちょっとオークでスチャラカを。あー、でもイカスマジシャン来るね次は。来てデスカルムやってできて、まあ20か。棺桶できるとだるいっすよね。まあここ、あ、まあちょっとわかんねえな。でもこれでこれ、あ、先に言っとくべきだったかな。よし、まあ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 、大きなダメージ食らうことなく。でバイラックか。で棺桶ができちゃうと、こわこわ。次はもうイカスマジシャン前へ出るしかないからな。前へ出てバイラックやるしかないから、まあバイラックやネスパー、まあ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 、
マミーにガチガチ入るんですね。ガチガチ入ってるじゃないですか。いや、巨人もいい位置いるね。これはつらーつ。でもこれ、まあ、でも、まだこれは勝負終わんないですね、まだ。イカスマジシャンがね、斜めにしか行けないんで。マミー頼むぜお前。マミー食らうんかい。マミーはいてもいなくてもっていう。一回しか打てねえからさ、これ。あ、まあいいや。そっか。やっちまったな。大丈夫。大丈夫。ここはもうイカスマジシャンをなんとか仲間にして、もうわけわからんぞと。生き返らして、マミーはどう、誰になるのお前は。もはや意味がわからん。いや、ここ逆に長期戦か。長期戦で見た方がいいのか。呼んだって5か。そこそこやるな。40。ちょっと長期戦でマーミーこんな感じなんだ。強い。え、マミー強くない？攻撃力そんなお前パワーある？ドラゴン超えてますね。おお、危ない。くっ、これ移動できるのがでかいね。王様来るんじゃねえのこれ。ああ、もうこれ戦うしかないと。あ、後ろ行けるけど、これは倒しちゃった方がいい。倒せるかこれ。ああ、もう、いや、ああ、そのタイミングね。うおーい、外せ。うわ、ちょ、ここむずいぞ、ここ。いや、ここね、むずいわ普通に。仲間にすることにあんまりとらわれない方がいいかな。ちょ、もう一回やっていい？これ、ちょっと長くなるかもだけど、ドラゴンがやってくるんだよね。そうすると、お、真ん中に来てもらった方がいいのか。ちょ、こうしてみて。まあ、そう来るんだよね。そう来るのは当たり前で。棺桶がここら辺にあるとめんどくせえんで、もうこっちに、もう棺桶で塞がれないようにしよう。で、確かにこれでもうやられちゃうんだけど、まあ、そこは我慢でっていう感じで、こうするのかな。うわ、生き返らしてきてるわこいつ。こいつマジか。
手堅いな。手堅すぎんだろこれ。でもグラックもグラックだけだから これでネスパルか。ネスパルしといて30-20で骸骨で、そうか、エングラックで、ただ次でこの骸骨取り返せるので、ただやられるのか。そうすると違うか、下がるのか。下がってデスカルムか。で棺桶できます。で前へ来てヘルフレイムで、まあ棺桶2つできるね、できるね。ただ敵何もできないからな、ドラゴンは。ドラゴン何もできないから、ここでこうしてネスパルで30のダメージ与えると。よし、でこれで回復してきたらプロだよ。よし、来ない来ない、ナイス。イカスマジシャンはこれはさすがに本当に生かしとくわけにいかないけども、なので これ王様で行って逃げたら次マジシャン使えないと。1出るかねこのタイミングで。まあまあまあ、全然全然大丈夫。これもう想定内というか、これはもうしょうがないダメージで、ドラゴンが次動くしかない。ああそうか、召喚ができるのが。オークか。まあエングラックでドラゴンを、あ、バイラックね、バイラックでドラゴン当たれば、よし、ナイス。当てて、まあ当然、ああそっち来る、ああそう、あ、ただこれ逃げたらこれ形勢逆転するんじゃない、逃げられたら。当たるな。あ、まあ無理か、無理だ。さすがに無理、さすがに無理。26でまあ回復しちゃうけども、これはこのドッキリ魔導士、バイラック当たるかね。バイラック当てたいよな。ちょっとやるわ、やるわ、頼む。ういー、いやー、もうでも当てないとダメだったからな、ここは。エリネスパ、そうだよな。いやー、こっち当たんないね。50残る、すご。いやー、でもそしたらもうデスカルムで、よし、ナイス。でこれで小回りはどうなのよと。1234、まああんま変わんない。どうなんだろう、スーダラがオーク、まあ
カスマジシャン、こいつが回復できしきってないよね。熱血ドラゴン、まあ、まずオークだろ。オークでとりあえずあいつが来ても回復できないようにしとくと。でさっき召喚失敗したじゃないですか。よし来た。この状あの湿度が多分10以下になると9とかになるんでしょう。でそれになってなくてもそれで失敗したので、生き返らすとこっちが動くか。やっても、はあ、深いなこれ。意外にというか、なんだろう、ドラゴンの存在がでかい。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどね。これは生き返らして、こう来させて次で40与えてっていう方法も考えられるから、まずはこうしとくと。まずこうして与えといて、で次ドラゴン生き返らせようか。そういうことになりましたか。はいはいはい、そういうことですか。そしたらこれ生き返らして、まあ失敗したらもうそれまで。どんぐらい9になると、ああでも普通に確率あんどうなんだろう、変わるか変わんねえかぐらい。これはこれで耐えますからね。30だから。あ、20か。で、次で30で生き返っちゃう。けども。ドラゴン生き返らして、突っ込むか。ドラゴンにファイヤー当てましょうか。はい、ただこれで、おっとてめえ、たここ出世ポイントじゃないですよね。だったらまだチャンスはあるか。ある、まだチャンスはある。でここへ来るだろう。来てほしくねえけど、もう逃げらんねえか。もう逃げらんないっすね。死ですか。まあそこはね、そこはもういいじゃないですかと。知らねえよ。いや、それはね、よく見えてあんまり良くないと思うよ。
もう日暮れがさ、日暮れがもうすぐそこだからね。でマジシャン回復してきると、でインテリ僧侶だったら勝てるのよ、テッシーに来ても。なので一旦下がってこいつを倒すと。いや長期戦ですよこれ。あやべえ、そうか、いや間違えた、そうだ、日暮れやっちゃった、やっちゃった、これやっちゃいましたね。大丈夫大丈夫大丈夫じゃないけど、もうダメージ与えて、与えらんねえか、与えらんねえな与えらんねえな。いやマジシャンはほんと近距離っていうか、もう直線戦闘ダメっすね。ダメージ与えるとか全然無理ですね。あでもこれで足のドラゴンが無事だったんで、もうこれでいけますね。インテリね、一人じゃ多分無理ですよ。あ、来るけど、当然来るよね。当然来るけど、これはね、勝てる。これ勝てる。いい数字出すけど、ここで負けるようじゃ、もう、この勝負、この番、このキャッスル時点、勝てないんで、この危険という、危険っつうのかな。危険じゃないけど、こんぐらいおびき寄せる感じでいかないと、もう、勝てない。このキャッスルは。すげえ逃げる。ぐん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 上がってきますから。で、どうだろうね。33。8、これ勝てるんで、もうここは行かない、行かないとしてまだ大丈夫。どう、先生き返らした方がいいっすかね。そうするとこう来るよね。だったらこう行って攻撃される方がまだマシだね。で逃げると、あ来ないね。いや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 、それはデス聞くんかい。いやいやいやそれちょっとね、ちょっと 5% ぐらい思ったよ、思ったよ。ああ、じゃあ、そういうことか。確率的には、同じってことね。絶対効かないとかではないんだね。同じぐらい、どのキャラも、これみんなね、どのキャラも、同じぐらいの確率で、の回避率ってことだよね。多分。炎とかも、全部、ひっくるめてね。死ですかもね。OK。じゃあちょっとここね、なかなかどうしてで、ね、でも今惜しかったっすよね。はい、ヘイト。まあちょっとやりがいがある展開になってまいりました。次回クリアしたいと思います。テッシーでした。失礼します。